こちら、サミさん、英単語の授業がやってまいりました。本日733回目の今日の表現は、act。サミさん、例文ご覧いただけますでしょうか。act の右側に入る前置詞と言われたら皆さん、どうでしょう。on ですよね。で、皆さん、act on。熟語の存在は大丈夫ですか？これで熟語として成立しております。で、皆さん、act on。意味はどうでしょう？これですよね。うにゃうね、基づいてという風な意味でしたね。もしくは、信念に従って行動した方がいいですよ。こんな感じですよね。まあ、もちろんお好きな方を選んでいただいてよろしいかと思います。ただ、うにゃうにゃに基づいて、これが皆さん、アクトン、どっから来てるんだ、というようなことを感じる方いらっしゃるかと思いますので、皆さん、基づく、オン。オン、基づく。で、イメージが湧きそうな表現と言われたら、これかと思います。be based on。 これは基づいてるですよね。で、その時に皆さん前置詞 on 使われておりますので、このイメージ、それを act on にも使っていただけるとよろしいかと思います。ということで、復習しやすい画面に変えますね。さあ、皆さん復習しやすい画面に書き換えました。このタイミングでスクリーンショットする方はどうぞ。で、もちろん丸1番から丸5番ですね。何が入るのかということですが、皆さんの画面の右側こんな感じ、指などで隠していただいて確認テスト、そういう風に使っていただけるとよろしいかと思います。ということで、参考になさっていただきますと幸いです。